かです。ゆらりです。ゆめかです。アリアです。ピンク、待て、ディー、始まるよ。イエーイ。ということで今日は今下下通りにやってきました。イエーイ。はい、今日は話しかけるかどうかわかんないんですけど、知名度調査をしていきたいなと思います。イエーイ。自分たちのスマホで自撮りして一番向こうまで歩いていきたいと思います。では早速行きましょう。おーおー、じゃあ行きます。行きます。イエーイイエーイ。みんな声かけて。誰かわかりますか？知名度がイエーイまだ低いみたいですね。ピンクラテ TV だよ。あんまり声かけられないね。気づかれてない。全然ミキが長くないから。そうだよ。そうピンクラテだよ。ピンクラテだよ。すごいね。あ、やばい、指で隠れちゃった。声かけてくれたら嬉しいな。お願いします。みんなスマホ上げてて変な感じになってます。まだ声かけられないかもしれない。でももうすぐピンクラテの原宿店の前に行くので、ピンクラテのお店が一番いる確率が高いと思います。今ですね、スタイルナンタのあたりです。もしこれがね、第2弾できたらどれぐらい知名度が上がったのかとか検証できたらいいと思います。なんかみんなより姫か画質悪い気がする。え、いいと思う。私が一番来ましたよ。あ、着いた。ピンクラテに着きました。いっぱい人がいる。人いっぱい。ピンクラテ原宿店です。あ、でも人いっぱいいる。もしかしたらのチャンスかもしれないです。過ぎちゃったよ。あ、もう終わっちゃう。時計した通りが終わってしまいました。終わってしまいます。全然声かけられませんでした。そうだよね。終わっちゃう。やっぱまだ私たちまだまだなんで、もっと頑張ります。頑張ろう。飛ぶように。気づいてもらえなかった。っていうか、私を知ってる人がいなかった。ということですね。知ってますか？知ってますか？え、な、ありがとうございます。止めちゃった。メンタ調査をしてて。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。最後の最後でですね、気づいてもらうこと